キャピトル東急ホテルは東京都千代田区長田町2丁目10番3号にあった高級ホテル。旧正の東京ヒルトンホテル時代にザ・ビートルズが来日公演時に宿泊したことから一躍広く知られる存在となった。2006年11月30日に建て替えのため営業を休止し、2010年10月22日にザ・キャピトルホテル東急として再開業した。 アジア地区に拠点を求めていたヒルトンホテルズ、インターナショナルとホテル事業を全国展開するために国際的なホテルのノウハウを求めた東京急行電鉄の思惑が一致し、1958年7月21日に両社の合弁会社として東京ヒルトンホテル株式会社が設立され、1963年6月20日に日本初の外資系ホテル、 東京ヒルトンホテルが開業した。ホテルの規模は地上10階建て、客室数約450室であった。ホテルが建てられた小高い丘は古くは星がよく見えたことから星が丘と呼ばれており、1883年には岩倉智美の援助で料亭星が丘サリオンが開かれた。この料亭は関東大震災後に北大子路三人によって借り受けられ、 1925年3月20日に美食クラブの会員制料亭となったが、繊細で消失。1956年に東急グループが一体の土地を購入し、中国料理店、星がおかさ料を開業していた。東京ヒルトンホテルは、当時の日本において、ホテルニュージャパン、ホテルオークラ同様に数少ない国際的なホテルであり、首相官邸や国会議事堂、 そして当時は銀座に次ぐ盛り場を用していた赤坂が隣接していることもあり、外国用人や外国スターの需要が高かった。1966年6から7月の来日時に、ビートルズがこのホテルの最上階にあるプレジデンシャルスイート1 5 0室に宿泊したほか、このホテルに宿泊、利用した外国の有名人は、カトリーヌ・スパーク、クリフ・リチャード、ザ・ウォーカー・ブラザース、 ティナ・ターナー、ツイッキー、ソフィア・ローレン、ショーン・コネリー、エリック・クラプトン。1980年代以降は、フリオ・イグレシアス、マイケル・ジャクソン、デビット・ボーイ、ビル・クリントン元米国大統領など、媒挙に暇がない。こうして、日本国内外問わず同ホテルを愛好する者が多く存在した。例えば、デビット・ボーイは来日した際に当初滞在先であった。 パーク・ハヤット東京に到着するなり、ここではなく、以前泊まった神社の近くのホテルがいいと、宿泊先の変更を求めたため、急遽、キャピトル東急ホテルに宿泊先を変更した。また、エリック・クラプトンの来日時における乗宿でもあった。しかし、東急とヒルトンとの間では、このホテルの運営受託契約の条件をめぐる争いが起き、 東急側により1967年4月22日にホテルジャパン東急へ解消される事態となる。ヒルトン側が東京地裁へ仮処分を申請し5月12日に解消が差し止められたことで復帰したが、その後も契約内容をめぐり両者の関係は悪化していた。このため開業後20年と定められていた契約は更新されず、 1983年12月31日をもって東京ヒルトンホテルは閉館。翌1984年元日からキャピトル東急ホテルと改称し、東急ホテルチェーンのフラッグシップホテルとして運営されることとなった。一方のヒルトン側は1984年9月1日に西新宿に竣工した新宿国際ビルディングの ホテル区画に東京ヒルトンインターナショナルとして開業した。運営者の分裂に伴い、従業員は東京ヒルトンインターナショナルへ転籍するものと、キャピトル東急に残留するものに分かれた。キャピトル東急ホテルはその後も東急ホテルズのフラッグシップとして運営されたが、老朽化と再開発のため、2006年11月30日正午をもって営業を終了。 ホテルの建物は取り壊され、同地には2010年7月31日に、地上29階地下4階建ての高層複合ビル、東急キャピトルタワーが竣工した。同ビルには、キャピトル東急ホテルの後継となる、ザキャピトルホテル東急が、各テナントとして入り、2010年10月22日に、開業した。写真は2004年8月。 日枝神社裏山道で撮影跡地に東急、キャピトルタワー右側のビルは、山道パークタワービートルズが、来日時に記者会見を行ったことで知られる、大宴会場、真珠の間の10基のシャンデリアには、合計300万個の真珠が使用されていた。また、内装は、吉田58、渡辺地から、剣持勇といった日本を代表する、建築家、工業デザイナーが担当し、 日本と西洋との融合を体現した、いわゆる和洋折衷のホテル建築として、独特の佇まいを呈していたことから、ホテル大ラに次ぐ戦後日本を代表するホテル建築でもあった。建物の構造は T 字型の形状で、エレベーターを頂点に3方に客室が伸び、廊下の端の非常口には障子があしらわれ、ロビーは当時の建築技術上のことから柱が多い。 空間ではあったが、柱に負けを施す工夫がなされており、西洋志向の強くなりがちなホテルのロビーとは一線を画していた。地下3階にあった村切り用室は小泉純一郎、安倍晋三といった大物政治家が利用していたことで知られる。キャピトル東急ホテルの閉館後は、ヒルトン東京が入る新宿国際ビルディングの地下街、ヒルトピアに移転している。ホテル内には、 中華料理店、星が丘があり、北大路三人の料亭へ、星が丘車両の名残を止めていた。また、ガーデンカフェは、窓側のラウンドテーブル席より、ホテルの中庭を望むことができ、都心の静寂さを満喫しながら、ゆったりと時間が過ごせることから、国内外の著名人の利用も多かった。そして、コーヒーハウス、折り紙は、パーコー麺などの多くの名物料理で知られていた。 松藤や美や山口泉、そしてジャイアントババはアップルパンケーキ、加賀マリコはインドネシア風、フライドライスのファンであったという。キャピトルレストランが入居していた赤坂東急プラザレストランのうち、折り紙、星が、丘、源氏は新ホテル開業までのチーム及びサービスレベル維持のため、ホテル閉館後にキャピトルレストランとして赤坂エクセルホテル東急が入居する。 赤坂東急ビル内の赤坂東急プラザに転し、ザキャピトルホテル東急開業直前まで営業を継続した。このため、ザキャピトルホテル東急にあるオールデイダイニング折り紙で、かつてのキャピトル東急時代に愛されていたパーコーメニュやナシゴレン、ジャンボバーガー、ジャーマンアップルパンケーキなどが継承の味として提供されている。ありがとうございます。